入っておりますから、ヨーロッパの選手っていうのはいい運動をキャッチしやすいということで、ノルウェーの選手はレベルは低いですけれども、きちっとした体操をやってるように思いますね。はい、こう見てましてもこう伸びやかに、そうですね、伸びやかに演技しているのはとってもいいと思いますね。はい、ルーマニアのアンカ・キッシュです。大変難しい飛び方をやっておりますけれども、まだ足が開いたり、それから屈伸が早かったりして、トップレベルの飛び方としてはややまだ落ちるんじゃないかという飛び方ですね。あ、そうですか。はい、得点が 9.80 ですか。2回目に期待しましょう。ルーマニアのアンカ・キッシュ、137センチ30キロ、14歳の選手です。今度はいいですね。そうですね、うまくまとまりましたし、この着地もきちっと捉えて、はい、今 の飛び跳馬っていうのは第2局面、こういうふうに今ひねりで着地までのこの第2局面にいかに難しく、いかに高いところでいかに綺麗にまとめるかというところが見どころなんですね。はい、9.85 です。あ、素晴らしい得点が出ました。